レフレックス受信機の一例の回路図。一つのトランジスタが高周波と低周波の両方を増幅している。レフレックス受信機とは、ラジオ受信機の構成方式の一つで、一つの増幅回路を高周波にも低周波にも利用する。増幅した高周波信号から検波によって取り出した音声信号を再び同じ増幅回路に戻す。二回目は、 音声信号の周波数で増幅し、イヤホンやパワーアンプに出力する。一般に高周波増幅回路の負荷抵抗を高周波チョークにすることがよく行われるが、そこで単なるチョークコイルではなく、チョークトランスを使用しその二次側から誘導結合で取り出すか、チョークの手前にキャパシタをつないで容量結合で高周波信号を取り出す。取り出した高周波信号は、 検波回路を通して低周波の音声信号にする。この低周波信号を直結か容量結合で増幅回路の入力にもう一度入れる。増幅回路で増幅された低周波信号は高周波チョークを通り抜けるので、それを取り出してイヤホンかパワー弾に出力する。レフレックス受信機は部品数が少なく小型化が容易である。また消費電力が少ない。 しかし安定性は良くなく、容易に発信する。設計では、バイパスコンデンサ等による減源やアースの安定化と、単純な回路だけに、高度な手法は使えないが、高周波と低周波の、フィルタリングの安梅といった点が重要である。一般に高周波回路の設計で必要とされる、諸注意についてはもちろんだが、増幅器の線形な特性の範囲を外すと、相互変調が起きることや、 信号を入力に戻しているために残存している。高周波により再生式のような正規感が軽くかかっていることなど、異常発信の要因が多く、設計と実装においては配慮が必要である。ありがとうございます。